近畿地方の地形図近畿地方は、本州中西部に位置する日本の地域である。関西地方とも言う。かつて両政国における機内とその周辺地域から構成される。南馬宮、平城宮、平安宮以降東京天都までの往生の地で、今日でも関東地方に次ぐ日本第二の都市圏、経済圏であり、西日本の中核である。近畿地方の範囲について、 法律上の明確な定義はないが、主要な百科事典では、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県の二府5県を指すことが多く、東港でも突起がある場合を除いてこの範囲で説明する。なお、三重県については、東海地方にも含まれる。近畿は、古代律令制における、広域行政区画、機内に由来する語である。 キスなわちととその近隣地域という意味で、現代語に置き換えると、首都圏と同義である。主に歴史、文化用語で用いられる、情報は、皇居のある法学という語義を持つ。近畿という名称は、明治時代に、地理の教科書で採用されて広まったものである。1898年に、中外地理学内国行き部で、近畿区として、翌年に、 日本地理で近畿地方として使われたのが最初で、1903年の第一期国定教科書、小学地理で確立された。なお、ジョアン・ロドリゲスの日本教会誌には、機内の同義語として、景気と近畿が挙げられており、近畿という言葉自体は近世にも存在していたことがわかる。関東地方と対地して、関西が近畿の類義語として対応されるが、 行政機関名や気象情報など公的な場面では近畿が多用される。近畿と発音が類似する英語の近畿にねじれた変態のといった意味があり国際化の進展で対外的な問題となったことから近畿大学が2016年4月から英文名称を近畿ユニバーシティから近代ユニバーシティに変更した。近畿経済産業局は 英文表記に関西を用いており、近畿運輸局も2015年から英文表記に関西を必要に応じて使っている。また、近畿商工会議所連合会が2015年7月22日に関西商工会議所連合会に名称変更した。2014年秋には関西経済連合会が国に対し出先機関の名称の 関西への統一などを求めている。ちなみに2003年6月28日には、大手施設の近畿日本鉄道の英語名も、近畿日本レール ACO l i リミテッドから、公式略称の近鉄に合わせて、近鉄コーポレーションに変更している。近畿地方の範囲は、小学地理で示されて、以来、前述の二府五件を指すのが通常である。 しかし、小学地理以前は、近畿が指す範囲には、揺れがあり、中外地理学区に行き部では、三重県を除くに府四県で、近畿区、日本地理では、福井県を含むに府六県で、近畿地方と示されていた。現在も場面によっては、範囲が変わることがあり、特に、名古屋市との経済的結びつきが強い三重県は、東海地方に含まれる場面が多い。 一時市が県域だった峰南を含む福井県、東端が兵庫県の西端より東である鳥取県、かつて淡路を含んでいた徳島県など、近畿地方と結びつきの強い周辺の県を近畿県、関西県として近畿地方に含むこともある。福井県と徳島県に関しては、民間の企業や団体が行う事業の地域区分で、本来の区分の中で一県しか。 事業展開されていないために近畿地方のブロックに含まれる場合がある。近畿地方にどの府県を含むかについての具体例は以下の通り。近畿地方の主要地形赤市海峡琵琶湖、天の橋立八県山鶴ヶ湾から伊勢湾、琵琶湖から淡路島西岸、中央構造線の三辺で囲まれる地域は、 第四気候期の地殻変動により形成された地形が細かく存在する地域で近畿三角帯と呼ばれている。気候は大きく三つに分かれる。近畿北部は日本海側気候、近畿南部は太平洋側気候、その間に挟まれる。近畿中部は瀬戸内海式気候である。兵庫県豊岡市など日本海側は夏になると、 太平洋高気圧から吹き出す南寄りの湿った風が中国山地を越えてフェーン現象を起こすため猛暑になりやすい。さらに冬も玄関となるために寒暖の年角差が激しく夏の最高気温と冬の最低気温との差が接し45度近くになる年もある。冬季になると北西の季節風の影響で雪や雨の日が多くなる。 兵庫県北部や京都府北部、滋賀県北部の大部分が豪雪地帯に指定されており、滋賀県長浜市の一部は特別豪雪地帯となっている。滋賀県前原市、岐阜県伊比郡伊比川町、不和郡関ヶ原町にまたがる伊吹山では、1927年2月14日に世界最新積雪記録となる積雪量 1182cm を記録しており、 現在でも、この記録は破られていない。沿岸部は、黒潮の影響を受けるため年間を通して、温暖な地域であり、和歌山県沿岸には無双地帯が存在する。紀伊山地は、夏は、避暑地となるほど涼しいが、奈良県と塚川村風屋や、上北山村のように、平野部や市街地よりも、国所となることがよくある地域も存在する。 一方で冬は厳しい寒さとなり、和歌山県の高野山は1月の平均気温が低く、摂氏0.5度と東北地方に匹敵する。日本でも、有数の田内帯で、特に、三重県大瀬市から、大台ヶ原山までの南東斜面は、年間雨量が4000ミ、mm、リメートルを超えるところもあるほか、奈良県南部の山岳地帯を中心にして、降雪、積雪することも多いため、天下は村や、 上北山村にスキー場が存在する。和歌山県南部と三重県南部は台風の直撃を受けやすいことから台風銀座と呼ばれており、過去には伊勢湾台風が直撃して大きな被害を出した。また台風本体が東、シナ海を通り日本海に抜ける際や九州、または四国に上陸して中国地方を縦断する際にも暖かく湿った。 南東の風が、伊山地にぶつかるため、南東斜面を中心に大雨になりやすく、被害をもたらすことがある。大阪市や神戸市など都市部では、7月から8月に、かけて、連日のように熱帯夜となる。年平均熱帯夜日数は、大阪市が37.4日、神戸市が43.1日であり、近年は都市化による、 ヒートアイランド現象の影響で夜間の気温が下がりにくく、熱帯夜の増加、冬日の現象が顕著である。大阪は夏の暑さが日本一と称されるほどの国所地帯となっており、実際に大阪市の8月の平均気温は、摂氏28.8度と那覇市を含む全国の都道府、県庁所在地の中で一番高い。 京都盆地や奈良盆地といった内陸部は昼と夜の気温差が大きいことに加えて夏は猛暑が続き京都市では摂氏40度に迫るほどの高温になることもある京都市の都市平均熱帯夜日数は20.7日で大阪市や神戸市より少ないものの名古屋市の19.4日と比べて若干多い冬の寒さも厳しく奈良市では 冬の平均気温が、軽の底冷えと言われる、京都市よりも低い。梅雨時と、週雨、台風時を除いて比較的雨が少なく冬は、晴れることが多い。しかし強い冬型の気圧配置になると、雪雲が軽半身に流れ込むことがあり、京都市や大津市、奈良市、ごく稀に、和歌山市でも、積雪となることがあるが、市街地では、数センチメートル程度である。ただ、 三重県北部や伊賀では局地的な大雪に見舞われることがあり、記録的大雪例として1995年12月25日から12月27日にかけての寒波で四日市市で最新積雪5 3トルの大雪を記録した。台風の影響は基本的に四国山地と紀伊山地が壁になるため大きな被害を受けることは少ないが、 高知県の室戸岬から、紀伊水道を通り、淡路島を通過する台風と紀伊半島に上陸して、北上する台風の時に、大きな被害を受けることがあり、代表的なものとしては、室戸台風、第2室戸台風、平成10年台風第7号、平成30年台風、第21号などが挙げられる。大阪城と大阪平野神戸港とハーバーランド。 東山から望む京都市街順位、人口、割合は2014年11月1日のデータによる。なお、2005年3月31日現在の住民基本台帳に基づく人口調査結果では、初めて人口が減少に転じ、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の4県を合わせた人口が2004年より0.004%減となっている。 2006年5月に神奈川県の人口が大阪府の人口を超え大阪府の人口は第3位となった。次のグラフは滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の人口を合計した。年齢5歳階級別人口2004年10月1日現在、推計人口総計単位1000人。 年齢5歳階級別人口2004年10月1日現在、推計人口男女別、単位1000人、データ出典第10票、都道府県、年齢、男女別人口総人口減損する、世界最古の企業混合組、パナソニック本社近畿地方の府県内総生産は2016年度で、約84兆1292億円で、関東地方に次いで、日本で、 第2の経済圏を構成するが、関東地方の GDP とは約2.5倍の差がある。製造業の多くは大阪府、兵庫県南部、京都府南部に集中し、その他の地域では農林水産業が盛んである。2016年度近畿の府県内総生産、データ出展、内閣府、県民経済計算平成28年度気象予報、経済情勢。 交通体系などにおいては、大まかに、北部、中部、南部と三分割されることが多い。明確な境界線はないものの、兵庫県の中国山地から、京都府の丹波山地を経て、滋賀県の鈴鹿山脈北部に至るラインと、中央構造線と言われる、和歌山県の木の川川口付近から、奈良県の木山地北部を経て、三重県の島半島に至るラインにより区分される。 観光や地域経済では、京阪神、北、近畿、南紀という地域区分がされることがある。これは、一般的な北部、中部、南部の概念とは異なり、またそのエリアは限定されておらず、使用状況によって変化する。また、気温という区分が使われることもある。近畿地方は、弥生時代以降人口が急増し、大陸の文化を吸収して発展した。 仁徳天皇陵弥生時代前期の機内には目立った政治勢力はまだそれほど成立していなかったと考えられている。当時の機内に特徴的なのが方形に区画するように溝を掘って作られた方形集合墓である。弥生時代後期になると奈良盆地東南部に大規模な集落が出現した。この遺跡からは日本列島各地から流通してきたと思われる土器が 非常に多数発見されており、また王宮跡と見られる大規模な遺構も見つかっていることから、弥生時代後期の和の中心的な都市の一つだったと考えられている。ギシ手和人伝に登場する山大,大国の有力な候補地ともされている。近畿地方は、山和王権が三世紀中場に成立し、古墳時代が始まると、民徳天皇は、南場にと定め、 大和王権は和国を代表する政治勢力として成長していった。大和王権の王は代々大阪平野や奈良盆地に王宮を営み、また同時には王族や豪族たちの古墳が多数築かれた。泉国の大仙古墳は忍徳天皇の墓と伝承されており、世界最大の規模を誇る。法隆寺須坂門平安後期には熊野参りが流行した。 六音寺金閣安土城古墳時代が終わる六世紀中期頃から王宮が奈良盆地南部の飛鳥に代々営まれるようになった。そのため古墳時代に続く時代区分を飛鳥時代という。古墳時代後期から中国大陸やくだなどからのト来人が多数来朝しており、その多くは飛鳥時代に奈良盆地や大阪平野など紀内金国に定着して帰化した。 皇玉天皇4年6月12日に、木の富の変で、蘇我イルカが宮中で暗殺されると、皇徳天皇により大化の改新が行われ、南波高津宮以来、再び安家から南波長江豊崎宮への戦闘が実施された。その後、天智天皇が政権を握ると、天智天皇六年に、 大津家への戦闘が行われた。天武天皇元年には、天智天皇の後継者争いから、人心の乱が勃発した。この古代最大の内乱は、機内を舞台に行われ、これに勝利した、大天王子は、飛鳥カ清美原の宮に戦闘し、中央集権的な国家づくりに取り組んだ。日本史上最初の都の城は、南馬宮であるが、天武後継の次童天皇が、 奈良盆地南部に営んだ藤原慶は、都の情勢を用いたものとしては、日本史上最初の途上である。大法元年に大法律令が施行され、律令制が本格的に導入され始めた。律令制の地域区分である五期七道によれば、山都国、山城国、摂津国、河内国、泉国の五国が五期とされたほか、丹波国、丹後国、 田島国が山陰道に、張馬国が山陽道に、木の国、淡路国が南海道に、伊賀国、伊勢国、島国が東海道に、大見国が東山道にそれぞれ区分されていた。和道3年には平城系の戦都が行われ、以後、奈良時代という。平城系には10万人が在住したと推定されており、突如として出現した日本最初の大都市であった。 8世紀後期になると、関武天皇によって長岡京そして平安京への戦都が相次いで実施された。この平安戦都の延暦13年から研究3年までを平安時代という。平安後期には平野清盛が福原京を計画した。平安時代を通じて、畿内金国は朝廷の統治が比較的及びやすい地域だった。例えば、 旧世紀後期には所管庁の経費を賄うための関連が機内に4000設定されたほか他の地域で次第に実施されなくなった判電が機内諸国では10世紀まで継続した平安中期に灘製が登場すると灘の面積を均等化した均等名が多く見られた平安後期の省円高量性の形成過程では他地域よりも省円の増加が早く進行した 鎌倉時代には武士による、荘園、公領への進出が著しくなったが、多くの検問の権利が複雑に入り組む、荘園、公領が、犯罪する機内金国では、武士の進出は、立ち行きほどとはならなかった。収入の増加を目論む検問は、中国由来の農業技術や新たな農業技術の導入に努め、機内は、農業技術の先進地域となった。例えば、 機内では、鎌倉時代までに早くも二毛作が実施されていた。また一方では、商人、職人らが、商業上、生産上の特権を得るために、有力自社の新人となったり、天皇に奉仕する、久護人となる動きが顕著に見られた。こうした、新人。 久保人らは獲得した特権を背景として、座と呼ばれる同盟を結成し、機内のみならず、他地域にわたる広範な公益活動を展開した。農業生産の向上と公益活動の広域化は、鎌倉中期頃から進展していき、機内を中心に流通の活発化、戦火の普及、そして社会の流動化をもたらすこととなった。従来の省エ領主、 武士層とは異なる階層が急速に経済力、政治力を持ち始め、彼らは悪党と呼ばれた。五代醐天皇の倒幕運動に抗応した楠木正成も悪党の一人だったと考えられている。悪党の台頭は、社会構造の流動化を加速させ、従来は、小園領主、国が武士に支配されるのみであった存落が、 実験団権を持ち領主と対等に交渉し得る、曹操にへと発達した。室町時代当時、曹操にだけではなく、新人、久護人として、広範な商業活動を行っていた、土層、馬車倉や在地武士層である、国人らも高い自立性を有していた。その帰結の一つとして、15世紀前期から、土一期特製一期総国一期が発生した。 こうした自律性、自主性の高さから、戦国時代になっても、他地域のように、戦国大名による一円的な支配は行われず、織田信長、豊臣秀吉の出現を待つことになる。南北朝以降、観合貿易や南蛮貿易の拠点であった井は、海岸州と呼ばれた有力商人らによる自治都市として栄え、東洋のベニスとも称された。 しかし織田信長、豊臣秀吉の支配下で、都市は解体され、商人の多くは古代から港湾都市である大阪へ移住させられた。姫路城江戸時代になると、政治の中心は江戸へ移ったものの、京都大阪を中心とする、情報は依然文化、経済の先進地域として繁栄した。西回り航路を通じて、日本海沿岸から、 瀬戸内海沿岸の物資が集積する大阪は天下の台所と呼ばれる日本最大の商都に成長し、その経済力を背景に元禄文化が開花する。伊原西閣や近松門左衛門、坂田東十郎などがその代表的人物である。また、伊勢国と大御国からは有能な商人が排出され、伊勢商人、大御商人として名を馳せた。江戸後期には、 江戸でも町人文化が成熟し、江戸っ子意識が確立する。それに伴い、江戸町人と情報町人との間で文化対立意識が生じるようになり、ステレオタイプな関西人像が形成され始める。また、大阪を中心とする地域が関西と呼ばれるようになるのもこの頃からである。近畿地方における有力な藩としては、 徳川後三夜の紀州藩や彦根藩や姫路藩や津藩などがあった。紀州藩は西日本の陳として睨みを効かせ、彦根藩は中仙道沿線を領地として京都に対する備えとして、姫路藩は瀬戸内海に面する山陽道沿いを領地とし西国に対する備えとして配置されていた。三藩とも幕府にとって重要な存在であったため、 巨城の和歌山城と彦根城と姫路城は大きな規模を誇っている。降格天皇によって行われた朝廷権威の復権の取り組みを経て、幕藩体制が揺らいだ幕末には朝廷の地位が向上し、京都が一時的に政治的拠点としての機能を持った。幕府最後の将軍である徳川義信は一度も江戸に居住せず、二条城で大政奉還が行われた。 神戸急遽留置宝塚歌劇団、明治維新を迎えると、天皇は京都御所を出て、江戸に移ることとなった。江戸は東京と改名され、国家機関も東京に置かれた。人材、産業の流出など機内では水防の危機も危惧されたが、1897年の京都帝国大学の創立をはじめとして、文化の拠点として復興が行われた。 大阪に解消された大阪は、一時は大名菓子の破綻による経済交代もあったが、引き続き日本経済の中心地となり、やがて東洋のマンチェスターと呼ばれる一大工業拠点にもなった。幕末に海軍総連署が置かれて維新直前に開港した神戸は、明治20年代末には東洋最大の港湾都市へと発展する。廃藩地県では、 一時堺県、大阪府に統合された奈良県が1887年に再分割された時点で、現在の大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県、三重県の枠組みが形成された。1876年8月から1881年2月まで、例南地方が滋賀県に編入されたこともあった。交通面では、 近畿地方各地を結ぶ鉄道が官民両者によって建設されるが、京阪神の都市間では電鉄会社が中心となって鉄道整備や多角化事業を活発に競い合い、近畿地方は長年私鉄王国と呼ばれることとなった。軍事面では日本海沿岸の舞鶴に海軍の拠点が置かれた。明治時代、東京にあった明治政府による 犯罪処分などの影響で大きな打撃を与えられた大阪であったが、明治20年代末以降は、京阪神に富裕層が集まり、関東大震災による東京の一時的な衰退もあって、昭和初期まで東京に並ぶ日本の文化、経済の拠点として、多くの文化人、経済人を輩出した。しかし東京は短期間に復興し、特に昭和10年代に、 戦時体制が取られてからは、有力企業や、資本家の東京への移動が始まる。大阪、神戸を中心に、太平洋戦争による戦災を受けるも、高度経済成長期には1963年7月に、名神高速道路が、開通、1964年10月に、東海道新幹線が開通し、1970年に、日本万国博覧会が開かれ、 1970年代に神戸港が世界一のコンテナ港となるなど復興を遂げた。文楽縄文時代以前は東日本や九州地方に比べ遺跡や出土品が少ない。しかし古墳時代からは稲作の発達とともに人口が増加し、日本文化の中心として活発な文化活動が行われ始め、現在も 数多くの伝統芸能や文化財が継承されている。そのため、国宝、重要文化財の約6割、人間国宝の約3割、日本の世界文化遺産の19件中6件が国土面積7%の近畿地方に集中している。ことに、京都や奈良はこととして名高く国内外から多くの観光客を集める。江戸時代の髪型では、 町人層の豊かな経済力を背景に、元禄文化が花開いた。大衆演芸が活発に行われ、上方歌舞伎や文楽、情報落語などが発展した。近代には漫才が発達し、大阪はお笑いの拠点となった。町人主体の地域柄、大阪では合理主義的で身と本音を重んずる気風が育まれ、理想主義的で名と建前を重んずる。 武士主体の江戸の気風と比較された。現在でも大阪の気風や文化は東京側から得意なものとして誇張して捉えられることがあり、また関西全体がそうした大阪のイメージで一括りにされることもある。ステレオタイプな大阪、関西像についてはこちらも参照。おたい松地蔵本岸和田段り祭り夏の味覚派も 近畿地方の伝統的な食文化は、出汁の旨味が好まれ、関東地方に比べて薄味なのが特徴である。北前船によって、蝦夷地から大量にもたらされた昆布、ハリ国立クタで考案された薄口醤油、白味噌が伝統的に多用される。盆地で新鮮な海産物に恵まれなかった京都では、軽野菜や乾物を生かした軽料理が発達した。 海運を通じて、食材の集積地となった大阪では、様々な食文化が花開き、軽の木倒れ、大阪の食い倒れということ技が生まれた。現代では、たこ焼きやお好み焼きなどの粉もんと呼ばれる、B 級グルメも有名である。そばたうどん、うなぎのかば焼きの違い、江戸前握り寿司と関西寿司、桜餅の違い、飲食物の名称など、東京との食文化の違いが、 よく比較される。東西で名称が異なるものには、お作り、関東に、フレッシュ、サンライズ、全財、タヌキ、豚まん、肥料図、冷孔、冷麺、回転焼、太鼓まんじゅうなどがある。また、意外なことであるが、名古屋飯の代表格とされる味噌カツや天むすは、三重県津市が発祥の地である。その他の近畿地方の食文化の特色としては、 ただし馬牛、松阪牛、大海牛といった和牛の産地を多く抱えて牛肉の消費量が多いこと。比較的養殖志向が強く、大津市、京都市、神戸市を筆頭にパンや牛乳の消費が多いこと。一方で、京都府や奈良県は日本茶の消費量が多いこと。など伊佐都や伏見など日本酒の一大産地であることなどが挙げられる。中国方言に分類される。 田島弁と単語弁を除き、近畿地方の方言は、近畿方言に分類される。近畿方言のうち、特に、京阪神を中心に話されている方言は、俗に、関西弁と呼ばれる。近畿方言は京言葉を中心に発展し、江戸時代に江戸言葉が台頭するまで事実上の共通語であった。現代では京言葉に代わって、大阪弁が、 近畿方言の中核的な位置を占め、漫才などを通じて、全国的にも知名度が高い。近畿地方は、方言主流社会であり、方言に対して強い愛着を持つ住民が多いが、他地方と同様、社会の変化と共通語の普及によって、伝統的な方言は、衰退が進んでいる。また、近畿地方各地の様々な方言が、 関西共通語とも言うべきものに均質化する傾向もある。近畿地方の大卒立首都圏と同じく都市部での高等教育は非常に充実している。阪神ファン第一回全国中等学校優勝野球大会始球式三崎公園球技場機内は古墳時代から日本の政治的中心であり続けた地域であり、律令時代には 機内を中心とした放射状交通網が整備された。江戸時代になると京都を中心にして東には東海道と中山道が西には西国街道が整備された。明治時代になると大阪市を中心にした放射状交通網が整備され現在に至っている。明治以後の近畿地方の交通網は概ね大阪を中心にした。 高射上幹線が整備されている。幹線ルートは、東海道、中山道ルート、北陸道ルート、南紀ルート、四国ルート、山陽道ルート、山陰道ルートに大きく分けられる。近畿地方の中心は、平野が細長い地形であり、散在する各中心都市間を結ぶ性格も合わせて、同じ方向に二つ以上の事業者の路線が、 平行したり、近接していることが多い。これらの都市間及び近郊からの通勤利用が多く、大阪県は、東京県に次ぐ運行本数、利用者数となっている。なお、大阪県では、私鉄の通称として、線ではなく、電車が使われる。近畿地方外からの長距離需要としては、主として、中部、関東方面を結ぶ東海道新幹線、中国、 九州方面を結ぶ山陽新幹線、名古屋方面を結ぶ近畿日本鉄道の名阪特急などがある。新名神高速道路関西国際空港伊丹、関西、神戸の関西3空港は IATA 公認によりマルチエアポートとしての対応がなされている。神戸港、近畿2府4県では在販局による広域放送のほか、県域放送局もあり、 校舎の多くは独立放送局である。なお、三重県については、在名放送局による、広域放送の放送対象地域である。ラジオテレビ近畿関西。ありがとうございます。